辛いこの世に生きてきた。じっとこらえて60年、無心に歩んだこの道を学んだ知恵は耐えること。まだまだヤマハの麓じゃないか。いただき目指し男の心意気。40が過ぎてわかること、男の意味は曲げぬこと。過去を悔やむな今まで、教えの通り道開く。俺の心は炎と燃えて、いただき目指し何があろうと立ち尽くす。50は道半ば、輝きながらまっすぐに、正しい道を貫いて、何があろうと男の意地はこれからだよと燃え盛る。いただき目指しママよ男の生きる道。